日本埼玉県富士見市、山室山室は、埼玉県富士見市の町名。郵便番号は354-0022。現行行政地名は、山室1丁目及び2丁目。郵便番号は354-0022。富士見市の中央部に位置する。東部東上本線鶴瀬駅東口から北東に1キロほど離れている。主に宅地となっている。 2015年4月10日には、ララポート士見が開業した。山室二丁目に、富士見市指定文化財である、コロボックルの日がある。2017年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道はないが、東部東上本線鶴瀬駅と士見野駅が、徒歩圏内にある。また、 ララポート富士見と鶴瀬駅東口、富士見の駅東口、四季駅東口、JR 埼玉新都市交通稲線、東武の打線を大宮駅西口、JR 埼京線南与野駅西口が路線バスで結ばれている。上記の二つの道路が大和鶴間との境界線になっている。この他富士見市役所と富士見市民文化会館きらり、富士見が町内にはないが、 県道334号を挟んで、ララポート富士見の向かい側に所在する。また、この二つの施設に、富士見市民総合体育館と富士見市立、中央図書館が隣接している。ありがとうございます。